こんばんは、ギョータイリナです。というわけで今日は1600日らしい。だからあれも違うんかな、背景。今日は背景がいつもと違うじゃないですか。1600日だからすごい、この前やったんからもう100日経ったんですね。早い。早い。というわけで今日はツイッターにも書いたんですけど、久しぶりにクリスタルギャラリーを作りたいと思いまーす。イエーイ。ちな、今日作るのはツイッターにも載せたんですけど、グレタマちゃんとマメロちゃんです。イエーイ。マメロちゃんは前もう一回作ったっけ。作ってないか。作ったよね。グレタマは初めてかな、多分ね。忘れた。全部玄関並んでるんですけどね、ちょっとそろそろ玄関の場所なさすぎて、そろぼちぼちぼちもうね、ちょっと飾るとこ変えようと思ってますそう、今んとこ今まで作ったやつは全員玄関にいるんですけど、ちょっともうね、あれ、ちょっともう場所が なさすぎてって感じ。じゃあというわけで作っていきたいと思います。ちなみにこれが32ピースで、これが38ピースならしいです。もうマジでこの隙間風バリ寒、末端が冷えますな。そう、あ、違うんか。ハサミか思った。ハサミいる、うん、ハサミかカッターが欲しい。どっちがいい。どっちでもいい。じゃあハサミで。あ、じゃあそう。あ、あーまいな。ね、なんかコメント来てたそうやけど全然わかんない。タワー来たよ。あ、マジ本当だ。誰だ、わかる。あ、ヤンさんだ。ヤンさんありがとうございます。1600日おめでとうだって。ありがとうございます。イエーイ、ありがとうございます。ロバさんも1600日タワーありがとうございます。ありがたわーです。はい、ちなみに、うーん、二つ切った。出た出た。うわ、顔面、顔面、グレコの顔面、関係ないやつか。どこまでも映らん。来てないよ。違う。え、こうやってして、ここまで。あ、じゃあテーブルよりこっちやる。よっしゃ、じゃあピースを開封して机にばらまきます。わ、前回より赤い。まや、美味しそう。いちごみたいな色だ前回なんかピンクみたいな色だったんやったっけ。ピンクやったな。え、これ何、こっちも開けなあかんのか。でも白やけん、これ土台やから、まず黄色から作っていけばいいか。なんか今回さ、見て、いつものやつと違ってさ、ほらわかる、ピースがさ、グレタマやけん長い、わかる、ほら横長い、グデコちゃん横長いから。よし、作っていこう。17番。まあ姉ちゃんまだ白使わんけん、白使い出したらまずるかな。
17番、これな、番号を探すのもとりあえず難しいよな。あった、来た。17、19、19、長、19、見て、ほら長いっしょ。え、17と19って出てた。17、19やもんな。何これ見て、この番号。ん、75、めっちゃ多いやん。意味がわからん。75番なんてあんねんや、すげえ。79なんやけど、これ足か手やで。ほら見て、形からして足か手、どっちやろな、知らんけど、どっちかなんやろな。70番なんでなんやろな。怖い怖い。ここからちょっとね、持ち上げ、あの作ったのはね、ちょっと持ち上げられなくなります。これね、ピン刺さないとね、あのこうダバ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 ってね、一瞬にして全部落ちていくので、ちょっと大変恐縮ではありますが、持ち上げて崩壊したらピエンすぎるんで、ちょっと持ち上げられる限り持ち上げますが、持ち上げられなかったら許してくんなせ。わわわわわ。え、15、え、15、全く分からん。マジグデコ割と簡単かもしれん。てかグデコどういうことこれ。70番台ないけど、なんでそれは、なんでやな。え、何これ、グデコどっちに入れるのが正解な。下半身、え、なんか、え、こっちトルトルじゃないけど、こうか、あ、こうか、こうか、だからくっついてないんか、もしかして。はめるパティーン、はめないパティーン、どういうパティーン。ちゃうな、ちゃうな。ああ、ブドン。どこで入れんねん。危ない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 。ちょっと待って、むずい、むずいわ。こうちょっと、あかん、崩壊する、崩壊しちゃった。あかん、これやっぱ置いてやらな、ダメやわ。もうプッコンプッコンになるわ。危ない、それは危ない。崩壊の危機、さっき若干崩壊の危機に迫られたわ。これここじゃないんかな。来た来た、これ何番までだっけ。15か13か。13、13、13。あった。これ全くハマらんよ。え、ほんまに。うん、え、姉ちゃんそっちじゃなくてよかった。え、番号が意味不明。番号が意味不明。うん、それはファンタスティック。だって60番台やもん。え、どういうこと。どれもハマらんねんけど、どういうこと。60番台、それはおかしいな。60から80、90。え、だってこれさ、63とさ、うん、64やん。これ合わせてみて、どう頑張っても合わんけ。え、63と69なん。64やって、番号的には。絶対合わんもん。君が合わないもの、姉ちゃんが合わせられるわけないでしょ。え、しかもこれあれやん、無理やろ、旧型の方やん。旧型か新型か分からんけど、番号ないやつやん、うん、形見て探せってやつ。え、でも番号やで、書いてある。どっちもあるんや。50番とかあるし、え、どういうこと。でもこれ絶対足じゃない？一番下じゃない？うん、足やな、それは。え、ほんまにこれ順番合っとる？違う。これ見て、60と67がハマった。え？番号関係ないわ。せやろ？番号で並べたのに。せやろ？いや、からこれ形見て、ピースの形で。なんで番号これせなあかんねんって。だけ姉ちゃん言うたやん、さっき。で、これ旧式か、あの新、こっちが多分新しくなった方なんじゃん。え、むず。そんなん分からん。ちょっと探さなあかんわ、それ。
そういうこと。じゃこの番号関係ないね。番号じゃ意味なかったよ。そうそうそう。このピースあれせんといく。そういうことか。そういうことよ。23かつき。難しい。絶対むずいやと思うで。18。18、22。やっぱ机に置いてやると楽やな。持っとったらいい加減にさ指がつるけども、置いてやると割と見つかりません。見つかりません、地味に入らんし、やめてくれ。なぞらんでくれ。でも絶対まっすぐよりこういうのはジグザグにしてた方が可愛いんだよ。みんな。これがハマらんぞ。ぽっちりぽっちりぽっちり。こみ。無理だなこれ。むずい？うん。でもむずそう。全然わからん。きたハマった。22、23。あれこれ23やったっけ？だってまだ4つしかハマってないんで。てかそもそも探さなあかんやん、その形を。うん、見えん。それがむずいよな。まずそっからちゃん。じゃあワンも。14か次。そうなりやすいよね。あ。あれ違うな。あれでや。ちえぞ。おおなんかほ。こんな武勇伝みたいな音でビヨーンってなる。ならないですね。ならないですね。すみません。ここに入る何かがあるはずない。なんか飛ばしたよ。あ、23飛ばした。23、24だ。むずい？うん、全然ない。全然ない？うん、見つからん。ああ、兄ちゃん前さそれやつやったけどさ、本当にさ見つからん。むずい。やっぱこの番号式に変えたんかな、途中で会社の人。あ、タワーが、タワーを読みますね。ダッチさん、タワーありがとうございます。ねえ、ありがたわーです。ちなみに今日2月5日やったら現チームコンがある予定でしたね。現チームコンがで、明日が新チームとリクアワでしたね。本来なら今日コンサートだったんやんか。そっかそっか。何番までやったっけな。16ないから
21だ。でも時立つの早しですね、本当にすごく思います。よいしょ、21、11、ここ12か、11、どれが穴かわからん、こうか、11、1、1、 1や1、1、4、4、え、今回のこれ簡単やわ、筆玉めっちゃ。あれやな、チョイスが簡単なんと難しかったんやな、うん、適当に取っただけやけどまさかの寒い隙間風が寒いぜ。でもこんな感じ。おお、すごい。どこまで行ったか忘れた。確かにそれ忘れそう、うん、番号ちゃうけんさ、何番まで行ったっけ。4かな、4行ったっけ。5だ、5、なんかこれさ、全部さ曲ワン曲っていうかプリンっていうプリンプリンっていうばっかやからさ、割となんかこうやって合わせればさ繋がっていくっていう感じ。6、タワー増えたよってきた。嘘本当だ。え？とナッティさんだ。ナッティさんとありがとうございます。ありがとう。イエス。6までいったっけ？違うな、6やな次。おー、きた。6、9、え、9ないんやけど。あん、9とは6、9ないよ。9って何これ使う。9ちゃうな。え、これ8やで。3まだやの。え、8か。あ、違うわ。3、8、7、7、顔、あ、顔、ここで顔が登場してきます。でれれれれ、顔、10、12、10、12、2、5や。どうか、次がない。あ、頭取れ。さ、置いて やった方が簡単じゃないと。別にそんなに、だって頭からしよう。あ、そういうことか。どっちにしてもぐらつくな、うん、これ平面やけんか。そう、やりやすいのね。そういうことね。今何番なんやろ。こんなにガラガラ、わ、これ、え、こんなにさ、チューブラリンなもの絶対違うよな、これ。なんか若干ミスっとるような気もするんやけど。なんか配ったのないんやけど。あ、こっちだったわ。正解でした。これ、ほい。え、マジでそっち難しそうやな、べらぼうに。難しいな。絶対ハマらんやろっていうやつない
ついに顔面が埋まりました。パッパラパーン。お、顔面取れそうで怖い。全然進まない、全然収集間に合い。端からしようかな今度は、いつか繋がるでしょうみたいな。そう、全然わからん、これ、これ何？なんか見てハマるんやけど絶対違うんや、形が。ここから進まんないけど、ここに合わせればいいか、どっかにハマらなくないけど。え、こうか。このちっちゃいぽっつりはどこですかね。透明やからさ、とっても分からなくなっちゃう。こんなちっちゃいぽっちりんりん、え、どこ。なんかさ、これすっごいバリ狭いけん、首がこう直角に折れしか折れはれ折られへんから、めっちゃ首痛い。あ、だっただった。あー、危ない危ない。これこうとかちゃうな。これへこんのか。出っ張りはどこですか。ここまでやけん。え、はまったけどこれ絶対間あるよな。一個抜けとるな、それ。それは一個抜けとるわ。そうよな。よいしょ、できたー。じゃーん、頭できました。こっからなんだっけ、土台、白身です。白身、黄身できたんで白身を作っていきます。白身はね、パーツ少ないんですよ。だから多分すぐいけそう。72。え、これどっか置き取るとさ、一個一個さ、見て、これ全部一個一個はめてみようのに、どれも合わないけど、なんで絶対ない。ちょっと、うん、もう間が25、29、26、30、20、28、24。これは何なんだろう。こういうことか。すごいよ、見て、バリでかいんやけど。なんかわかる、あの穴がわかる、これ、これ、これピースがでかい。あ、すごい、これだけでもうほら固まっとる。ちゃんとぴったりくっつくわ。なんかブカブカとかじゃなくて、ちゃんとグッグッってやれば、あの棒みたいなのがいらんくなっとる。これはめっちゃ簡単や、一瞬だった。はい、できました。これは白身です。じゃーん、でかい。見て、ゆうなの手のひらの感じ、私のこのでかい手と比べたら。それでもでかくない？普通の女の子の手ぐらいじゃない、多分これ。普通に考えたらね、そうだよね。これ乗ってるだけなんや、乗っとるだけなんや。なんかこうです。じゃーん、できた。ぐでたま、お、でかいなこれ。結構横幅が一人分でかいです、この人。すごーい、手足長いの羨ましいです。長いか、ぐでたま。そんな長くないで、ほら割と二等身やけど。
きました。大きい、めっちゃ可愛いよこれ。存在感あるわ、ドッスンって感じで、いいんじゃないでしょうか。いいんじゃないでしょうか。イエーイ。ちょっとね、全部はもう限界に無理やから、何匹かは移動させようと思います。フィギュアとか飾っとるとこに置くかな、共に思っております。よしよしよし。さあシスターを助けよう。どこまでいっとるん、え、見てこれ全部バラバラにくっつけていっ、バラバラにくっつけていっきょん、うん、だってこれの間いつかくっつくかなって、これの間とこれの次は見つからん、これの次マジで見つからん。どれなん形としては、見てもわからんと。まずどこまでいっとんか分かってないってこと。うん、あ、もう噛んでくっつけようんや、うん、なんてこった。そんな逆に、うん、すごいな、見よるだけ。それはお姉ちゃん助けてあげられへんよ、ね、頑張って。ペースだいぶ少なくなった。こんだけ、こんだけって言われても得やんりょうか、得やんりょうか分からんのに、うん、自分も分かってない。なんてこった。そんな、そんなペースどうしよう、無理やりグリグリしよるだけ。そんなバナナの話あります。説明書の意味ないやん。だって説明してくれんもん、説明してくれんもん。やばいな、それはやばい。この形何って感じ。おはまった。マジでこの隙間から寒いんやけど、ここマジで寒い。絶対違う家の隅っこって寒いよね。あ、これくっつくんじゃない、これずっとこいつ、あ、これくっついたんじゃない。なんか家の戸の隙間、ん、家の戸の隙間って寒いよね、シンプルに、うん、毎度毎度寒いもしょる。これここ入らんのか、入らんわ、まあ、いや入るんじゃない、まあ、あ、入った。あれね、ここ塔なんですよ、思いっきり。だからね、下からね、冷たい風がピューピューピューと入っていらっしゃってるんですよ。シンプルに寒いやろ。ねえ、そっか、今日現チームだったんか。おー、来たぞー、あれ、今日銀チームやったんやな。皆さん何曲披露するか楽しみやったやろ。まあ言えんけどさ、いつかやるかもしれへんしね、その時まで楽しみにしとこう。まあこれがね、なんかすごくわーって思ったのは、コンサートの卒業セレモニーがあった先輩方が亡くなっちゃったから、なんか杏仁さんのツイートかな、でもなんかせっかくドレス作っていただいたのにみたいな、披露するところがないからみたいな、残念って書かれてて、まあね、私たちはさまだあるけど、その卒業される方々は最後のコンサートだったわけじゃないですか。だからとってもね、あーって、あ、危ない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 なるよね。ちょっとエアコンの温度は広く冷めば、うん、頭できた、うん、おー、できとるやん、すごい。これ何の家なの。これどっかに入る、え、あ、こう回すやつやん、ぐりぐりって最後の締めやん、これこれ、そうそうそうなんですよね。先輩方がどんどん、もうだって自分ら中堅ですよ、中堅、中堅八校じゃないよ、中堅ですよ、中堅、
だってもう次4月もうちょっとですけども、あと2ヶ月もすればチームメイト結成8周年、9年目に突入ですよ。やばくない？やばくない？今だって一番先輩ゆきりんさんだもんね。そう、今度の新チーム4はね、先輩、あ、でも今度の4もね、先輩より後輩が多いんかな。今度のチーム4ってどうなんやろ。同期も結構多いんですよ。8面も結構多くて、で先輩が数人、後輩ちゃんが多いのかな、どうなんだろう。でも前の4もね、結構後輩ちゃんの方が多かった気がする。そう、そう、だからね、うん、私のチームは割と、なんて言うんだろう、でもなんか、ね、他のメンバー聞いたら割とね、なんか綺麗系な人がクラのチーム4には多いって言われました。あの他の8のメンバーになんかクラのチームフォーどんな感じって言ったら、なんかクラのチーム4はなんか美人な人が多いイメージって、なんか4ってこう一番なんかこう若くて、まあ、フレッシュなチームだったじゃないですか、もともとのねやつは。だけど割とお姉さんな感じがあのするっておっしゃっておりやした。割とね平均身長も高そう。そう、なんか村山チーム4は割とねちっちゃい子が多かったんですよ。身長あんまり高い人がいなくてだったんですけど、私だから4だと結構大きい方だったんですよ。多分4、村山チーム4の時だと私とかナーミン、ズッキー、多分あの辺が160と、ポンさんとかなんか多分そのぐらいが160超えてるって感じで、あと割とみんな160ない子が多くて、そうそう、ゆいりさんも多分160ないでしょ、で大西も160ないから、結構ねちっちゃい子が多かったんですけど、今度のクラノーチーム4はちっちゃい子もいるんですけど、割とみんなね身長は160以上ある子が結構多いんじゃないかなとかって思いました。そう、なので結構お姉さんが多いですね。そうですね、年的にも結構お姉さんかな、割とみんな。最年少誰なんだろう、新チームだと、うん、分からないです。ね、まあ、今日現チームコンサートですけど、皆さんが思う、じゃあ村山チーム4はどんなチームでしたか、ちょっと聞きます。はい、どんなチーム4でしたか。なんか思い出でもいいですよ。なんかこういう感じだったとか、こういう感じだったとか、何々のコンサートが思い出とか、何々踊ってる方が好きとかでもいいですけど。チーム4はまず人見知り、まあ確かにそれは結構言ってましたもんね。まとまったチームだったって、顔面レベル高いチーム、おお、ありがとうございます。ユーナーさんを中心としたまとまりのあるチーム、まあ確かにそうですよね。ユーリー色が強い、あ、どういうこと、
リンゴ色ってこと？やっぱ割とみんな人見知りだったっていうのが多いですね。天然が多かった、公演多かった。まだ、そうですね、ゆりさんがいらっしゃるので公演たくさんさせていただけたかなっていう。でもすごい4は結構公演も鉄な公演っていうこともあって、めっちゃ汗を本当にすごいかくし、こう元気がいっぱいな演目だったっていうのもあって、すごいフレッシュ感、汗もすごかったし、結構4はね本当にあのユーナさん、ズッキー、スリートップ中心に結構強いチームだと思っていました。他のチーム、他のメンバーも強いんですけど、まあよくあのこうね、スリートップと言われていたそのユーナーズッキー、フォーのセンターはズッキーだったので、そうですね、ユーナーズッキーがすごく強いねチームだったかなっていう思いますね。もう公演がね、私久しく出れてなくてすごくね辛いんですよね。なんかめっちゃ高かったんですけど、もうね私3ヶ月出てません。悲しい悲しい。なんかもっとねやっぱ期間が、やっぱ4のメンバーは公演がないと会うことがやっぱりないんですよ、どうしても。なのでやっぱりね、なかなか会うことがやっぱりなくて、そうあのちょっとやっぱりそういうのがない期間はどうしても会えなかったので、本当にずっと会ってないんですよね。会ってなかったんですよ、このコンサートのレッスンがない時はですね。そうなんです、8メンバーはそのコンサートのレッスンとか劇場公演も結構あったので、11月入ってで私が結構出させていただいてたので、そうあれだったんですけど、結構ね、そうなんですよね、最近はレッスンでちょこちょこ会ってたっていうぐらいで、そうですね、だったので、とっても久しぶりに会ったって感じがしました、レッスンの時に。そう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 、結構人見知りが多いメンツだったのであれでしたけど、そうなんですよね、もっと仲良くなりたかったな。やっぱり公演もそのやっぱ一緒に出るメンバー出ないメンバーってやっぱいるから、そうなかなかね、そうなんですよ、あれだったんですけど、千秋楽あるんかな。いやあるよね、ないってことは絶対ないと思うんだけど、あるとは思うんだけど、まだ先なのかなっていうふうに思いますね。その千秋楽が8人なのか16人なのかちょっと分かんないですけど、ね、SU さん1600日タワーありがとうございます。はい、ありがとうございます。そうですね、本当に、あ、そうそうそう、舞台のさ、あの私の舞台じゃないよ、今度のさ、なんだっけ、
16期の子が結構いっぱい出てる舞台、なんだっけ、あの最近美術公開されたやつ、なんだっけ、なんだっけ、なんだっけ、あ、そう、岩かける、岩かける、そうそう、岩かける、えのさ、めっちゃズッキー可愛くなかった、なんか私パッと見てさ、めっちゃ可愛いと思って、そう、めちゃくちゃ可愛かった、めっちゃ似合ってんだけど、あの髪色といい、めちゃくちゃ可愛くて、え、超可愛いんだけどと思って、ズッキーに連絡しようかなと思ったんだけど、まあズッキーはちょっとね、あの養療中ですので、あのなんか、え、めっちゃ可愛いって連絡しようかなと思ったんだけどいや、ちょっとね、やめた、うん、そう、そうなんです、めっちゃ顔、めっちゃ似合ってた、そうそうそう、そうなんですよ、メタメタに可愛いか、そう、なんかズッキーがどういう状況かっていうのがわからないから、なんか結構その熱が出てしまう症状のこと、あと割と無症状、何も特になくてみたいな、まあ、ちょっと咳が出るとかそういう感じの人もいるけど、ズッキーの場合は誰かがわからないから、そうで、割と責任感もとっても強い子だと思うので、本当だったら多分舞台の稽古とかもうちょっとでしょ、本番だから多分してたりとかしたりとかね、いろいろね、なんかこう責任を感じてしまったらしまってるかなって思ったりもいろいろしたから、なんかそのね時にね、なんかちょっとな、舞台のこと言うのもなと思ってちょっとやめました。ズッキーが元気になったらいいよと思うめちゃくちゃ可愛いんだけどって、ちょっと今はねタイミングじゃないかなと思ってやめました。できた？うん、おぉ、え、かわいい、え、重っ、顔がはまらんかった、顔がはまらへんかった、うん、かわいい、見て、うぅ、かわよいんだが、なんか持っとる、ブツブツ、お花だ、お花、このね、ここがなんかね、すりガラスみたいな感じやね、え、かわいい、これめっちゃ重いし、これ立つ、おぉ、一応バランス取ってくれるんや、一応立ちました、これ重そうやん、コテンって頭が、意外にね下半身もしっかりしてる、え、かわいい、てな、今日作ったのはこの2つですね、じゃじゃーん、かわいい、これはめっちゃ簡単だったよ、これね、これみんなでも余裕で作れるわ、これは難しかったらしい、すごい、これめっちゃ可愛いわ、いいね、新しい仲間入りです、イエーイ、ヒュヒュヒュ、よきよきよき、可愛い、この横幅でかすぎ、まゆみろちゃん一個分よりでかいんだけどくでたまちゃんの横幅の取り方すごいな、えげつないわ、わそう、良きです、これさ、本体に手埋まるんかと思ったら埋まらんくてさ、うん、頭につけるこれとこれとこれがついてるけんさ、ここにガボッとはめるときに全部ドラドラ、あー、そういうことね、そう、落ちて、しかも顔さっきめっちゃ上入ってさ、こうやって必死にこうやってむずいな、それやった、大きいな、これ大きい、ビッグサイズ、めっちゃ重いし、え、そうなの、オッケー、マーニャンさんとありがとうございます、イエーイ、その前にもう一個来とるんちゃう、え、嘘、 SU さんの前、ん、待って、あ、キリアさんも来とった、キリアさんもタワーありがとうございます、ありがとう、もう一個来た、
司会人さんとありがとうございます。えーそうで、そうなんですよね。いや、春太郎さんもタワーありがとうございます。よかった、無事に時間内に完成することができて、ウキウキ。ユミゴンさんもタワーありがとうございます。イエーイ。でかでか存在、ね、ちっちゃいぬぐるみやもん。うん、ヨシキ、ヨシキさんもタワーありがとうございます。ありがとうわー、イエーイ。はい、というわけでね、今日はインチームコンサートでしたが、私はお家で今日は生姜焼きを作ったので、めっちゃもりもりもりこで食べました。もうすっごい山盛りドドーンって感じで美味しかったです。割とね、生姜焼きはよく作るな。うん、よく作ります。本当にご飯が、白米が進んだわ、うまーって最高です。そう、まあでも言うて生姜焼きもな、全部な切ってな、入れてな、混ぜれば出来上がりやから簡単。多分切ったよ、簡単、誰でもできる、みんなでもできるで。ワイマツさんタワーありがとうございます。イエーイ。そう、いいでしょう、簡単、みんなもできる。だって切ってプって材料炒めて、それでお肉はちょっと材料につけとって、調味料ね、そう、調味料につけとって味をしみしみさせて、ジューって焼いたら、はい、完成、簡単。すぐはできんけど、待つから簡単にできます。入れて混ぜて焼くだけ、超うまい。地道な走り屋さんタワーありがとうございます。あ、日本ありがとうございます。イエーイ。そう、1600日か、来たよタワー、早いね。タカさんタワーありがとうございます。イエーイ。ちなみに昨日みんながピンクピンクって言ってたラベンダーのパーカー、今日こそが本当のピンクですよ皆さん、今日こそが本当のピンクです。ヨッピーさんタワーありがとうございます。イエーイ、ありがとうです。イエーイ。さあ、ここのスペースが狭すぎてさちょっと待ってよ、前向くのめっちゃひと苦労やねんこれ。あ、たたたたた、狭すぎる。そう、しかも目が悪いから、あんまのみんなのコメントがちゃんと見えへんっていう。引っ越そうだって、お金出してくれんの。わー、やったー嬉しいなーとか言って、めっちゃ棒読みやしめっちゃ棒読み。奈良ちゃんがぎょうちゃん愛おしいって言ってるようだって嬉しい、ありがとう愛おしい、あら、そう、ありがとうございます。レピーマン、これはピンクです。そう、これは薄いな、ピンクやけどな、薄いよな、薄いピンクです。こちら薄ピンクさんです。最近餃子なんか違う人からのコメントあったわ。そう、そうなんですね。
いいです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 。あ、初見さんがこんにちはだって。あ、違う、間違えた、嘘嘘、こん初見ですだって。ありがとうございます。え、濃く見える。濃く見える。昨日薄く見えたのに今日濃く見える。なんだと、モニター越しはマジで分からへん。確かにちょっと薄いかも。あ、濃いかも。あ、濃く見えるな、うん、もや。え、でも姉ちゃんのさ画面薄く見えるで。なのあれじゃない、これで見えるけど。そういうことか。でも実物より濃いなそれ。うん、濃い。でも確かになんかさ、わかる、そういう気持ち。なんかもうそういうことなんやな、画面を通すってやっぱりそういうことなんやな、難しいよね。画面を外すと難しいよね、わかるわ。でも可愛いやろ。出そう出そう、可愛いです。これはミルクフェード、これはいただいたもの、可愛いやろ。ミルクフェード昨日もそうやな、ミルクフェードよいただけますって言ったもんな。いただいたものです。公園でヨウテンさん見て、あまりの綺麗さにびっけーちっちゃいつすごい面白いね、しましただって。嬉しい、ありがとう、イエーイ、やった。いやでも私ね、本当にすごいショールームはブス自分でもね、ショールームで可愛く盛る盛り方を知りたいんですけど、なんかショールームの可愛く盛る盛り方を知ってくださいファンの膝に聞いてどないすんねんって感じやけど。そう、なんかさ、ちょっと可愛くさ盛りたいよね。え、なんかさ、みんなさ現実味も可愛いのに、ショールームの配信の姿ですらも可愛いじゃん。あれはどうやったらできる。ちょっと戻そう。さっきまでのパズルしよったけん、画面めっちゃ下向けてて、なんかもうちょっと、せめてもうちょっと頑張って盛りたいせめてもうちょっと、もうちょっと可愛くない、どうすりゃいいや。ちなみに今日はね、すっぴんでしようと思ってんけど、さすがに1600日すっぴんではやばいなと思ってメイクしたんで、今日は、昨日はブラウンの羽上げやったけど、今日はいつも通り、見てください、お目々タレタレタレパンダ風です。ほら目見て、昨日と比べてこうやでしょ。でピンクメイクです。今日はお洋服もピンクなんで、ええやろう。そう。そうなんですよ。めっちゃ私親しみあるってよく言われるんよな。なんか親しみがありますねってよく言われる。あの握手会しよった頃から、握手会でも両天さんは親しみがありますねってよく言われよった。親しい感じがしますねって。あれリップがないぞ。そうってよく言われる。いでーい。昨日も。ん？ん？ん？昨日も。ん？昨日も？指。あ、もう一昨日ぐらいの指やけどな。あれ？やったの一昨日ぐらい。えぐれ散ったってやつな。え、昨日か。昨日やろ。昨日やな。昨日や、えぐれ散ったってな。ひひっつって。
やっぱそれ思うんやって。ほんといいんか悪いんか分からんけど、まあ、褒め言葉と受け取っていこう。ショールームよりフレンドリー感あるようだったよ。確かにな、それはそんな気もする。親しみやすいってこと。そう、話し方が友達。そう、そんなことある。それはそれ良くないやつやん。良くない、いいんじゃない。でもそんなになんか人見知りしてっていう感じは一切ないな。確かに、なんかよくお互い人見知りしてっていうのはないかもしれん。確かにな、それはないわ。それはない。気取ってない。このビジュアルで気取ってないからいい。よかった。同じビジュアルで気取っとったらもう最悪やってことやな。じゃあいいな。そういうことね。うんと、よかった。ほら、少し怖いのかなと思ってた。これめっちゃ言われんねんな、うち、うん、もうめっちゃ、もうほぼ 100% の確率で言われんの、これ。なんでなん？顔のせいやろ。マジで顔のせい。ほら、とっつきにくいと思われることが多いから。ほら、やっぱりそうじゃん。まあ、その文句は親に言ってください。本当に。行ったことがないので、今度、てんてんてん。ぜひとも、ぜひとも。ぜひともぜひともでござんす。そう、うん、目力があるからか。まあ確かにね。逆に本当に笑ってない時怖いって言われるもん。ぼーっとしとる時とか本当に怖いって、なんか怒ってんのってよく言われる。ぼーっとしてんだけなのに。なんか多分普通の人が、まあちょっと可愛らしい感じの子がプンプンしても可愛いけど、多分違う、ちょっとプンプンするとマジで怖いんだろうなって思う。顔が。そんなことないと思うねんけどな。そんなことない、あんまし変わらんよ。変わらん、うん、変わらん、うん、そら赤いやん逆に。え、怖くない。あ、怖くない、怖くないって妹が。まあ、別に怒っても睨んだりとかせえへんからな、うち。ちょっと睨んだら怖いと思う。人は睨んだことないわ。ちょっとこれからなんかもしさ、あのマジスカ学園とかさ、マジムリ学園みたいな感じでさ、私ハレンチ先生だったのよ。マジムリ学園舞台やった時、あのハレンチ先生バカやったからさ、めっちゃポンポコポンみたいな、頭トントンみたいな人やったから、割とこんな感じのキャラクターみたいな人で、結構ぶっ飛んでる先生やったから、睨むとかあんまりなかったよな。ちょっと私のこの顔面が発揮できなかったと思うのよ。みんなによくヤンキーみたい、ヤンキーみたい、ヤンキーみたい、きついきつい、怖い怖いって言われんねんけどさ、全然そんな役やったことないから、もうもしなんかヤンキー系でも何でもいいけど、舞台でもなんかそれっぽい感じの役をいただいた時は、多分私の顔面が役に立つんではないでしょうか。私の顔面が役に立つ日が今のところ来ていないので、いつか役に立つ日が来るんじゃないでしょうか。の割に来ないんですよねとかね。しかも 100% やったのに1時間ぴったしやで。え、やばくない？放電えげえな。ちょっと貸したい充電器、うん、ちょっと待って。え、やばくない？え、早くない？え、始まる前ちゃんと 100% にしたんですよ。なのにまさかの 10% を切りました今。え、今まで1時間ちょっとさ持っとったのにさ、え、持たなくなったんだけど、やばい、ついに寿命。バッテリーだけ変えてもらおうかな、マジで。うわー、びっくりした。すいません、ごめん、声でかかった。うん、めっちゃでかかった。やっぱりちょっとバッテリーだけ変えてもらおうかな。タブレット買うほどの余裕ないからね。やばくない？やばいよな。1時間ついに持たへんくなったんやん。ピエンすぎるんだけど、マジで。大西が一番ヤンキーっぽい。そんなことないやろ。でも似合うっちゃ似合うかもしれん。大西も綺麗な顔してるし、髪色もほら今なんか前と後ろ色違うし。ね、
そうそうそう。でも一応ハレンチ先生教師なんで頭はいいんですよ。そうなんです。特にエイトメは露出が少なかったからショールームでイメージ変わったわ。ありがとう、嬉しい。確かにね、私本当に露出なかったからな、何もなかった。まあね、ちょっとしてから劇場にね出るようになったんですけど、それまでは本当になんかイベントとかには出てたですけど、でもそれってイベントはエイトのファンじゃないと来ないからさ。そう、うん、ファイルで頭叩きましたよ。あれガチ叩きしてるからめっちゃいい音鳴ってますよ、バンバンって。あれしかも稽古の時からやってるんで、私マジで脳細胞死にまくってました、あの時は。そうそうそう、そうなんですよね。そう、なんか稽古の時にあれを普通に自分でやったら、そうなんかマルさんがあれあれあれでってなって、ずっとあれやっとった。ずっとあれをやっとったよ。あのシーン一番好き。あ、本当。あれずっと寄らんけ。うん、ずっと寄る。そう、もうね、脳細胞死にまくっとった。脳細胞死にまくっとったし、あの靴が踊りにくかった、シンプルに。ヒールやったから。何入っとったっけ？パンプスみたいなやつ。ユリがさ、もうちょっと忘れてた、どないでやったけど、うさい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 みたいな、うさい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 、ジュンジュンジュン体育館。よし、この時出てないの、体育館。なんだっけかしら。体育館上級者みたいな、じゃあなんだっけ、体育館、うん、なんとかたちに呼び出され、なんか用ですかみたいな、そう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 、こんな感じや。ちょっと調べるわ。ジュリが咲く前に腰で体育館、上級生に呼び出された、なんか用ですか、悪いけどじゃない、うん、ネットのさ電波悪すぎてさ、ちょっと Wi-Fi ついに切ったわ。体育館だ、上級生に呼び出された、なんか用ですか、悪いけどだ、言いたいことがあるのなら手短にして、生意気なんだとか気に入らないだとか、黙って聞くから気が済むまで好きなように、ドゥンドゥンドゥン、大勢に囲まれ凄まれても流行らないよ、なんか笑っちゃうリアクションに困る、どうすればいい、ここだ、ヤンキードラマなんか絶対時代遅れさ、ここが誰だった最後のとこ、それまで全然出てこんけ、うち踊ってないのよ、こう見てたから、ここからユリが咲く前に、この中ユリが咲く前にみたいな、とうとうと帰り、こんなやつ、スカート翻し裏地を噛んでしまったら終わりみたいな、あ、ユリが咲く前にこんなじゃない、こんなじゃない、うんうん、せやんな、とうとうと帰り、目にも止まらぬたった一撃で全て後の祭り、こんなじゃない、もういいだろう、ここまでマジにさせないでくれよ、私がリリじゃん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 、マジ無理な、マジ無理な強盗ってあんよってな、ないんやっけ、あれないぞかしら、どこだ、マジ無理な行動ってあるよ、感情なんだ、どうなんだなってない、なな勉強じゃ学べないよ、あれかっこつけてる自分を捨てて上々、
え、どこだ？あのちょうど鬼たちが出てくるシーンのやつ。あ、マジ無理な口頭ってあるよ。感情愛情同情に無情、考えてもどうにもならないって無駄な根性、勉強じゃ学べないよ。順情心情人情に温情だって。かっこつけてる自分を捨てて上昇だ。そうだ。でさ、ドゥンドゥンドゥンバン、もう一番これが怖かったよ私。あのヒールでやるのがなんていうのあれ、こうやって手やるやつ、手やるやつ。あれお姉ちゃんのやつ見に来てないんやっけ。見に行ったよ。せやんな、うん、でも一回しか見てないけん。そうやな、覚えてないわな。なんかさ鬼が出てきてさ、うん、こうやってやるやつ、手を、うん、手というか足も、足こうなってこうなって、回し蹴りみたいな、なんかそんな感じで、なんていうんかいな、今忘れたけど、それでやるのよ。そうそう、すごくねとってもやりづらかったみんなローファーとかブーツだったりとかけど、私パンプスやったから、めっちゃパンプス脱げるからって言って、私めっちゃシューズバンド途中からめっちゃくちゃしてもらって、でもなんかあのダンスとかもめっちゃ踊んよってさ、一回壊れたねあのパンプス。ほんで新しいのと、それとやあのね履き替えてたん、実は劇中の中で壊れたやつと新しく買っていただいたやつで、めっちゃもうゴム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 でレースアップシューズみたいになってたやつがあってそう、それとねやってたんですよ。やっぱりめちゃくちゃね踊るのであの結構やっぱグッてつま先に体重とかもかかったりするし、私あの服で普通に鬼のやつ踊っとったからなこのなんだっけ、マントかぶってた。あ、そう、いつかみたいな、お、なんだっけ、なんてあげる本当のなんとかシャン、え、すごい、だらんだらんだ、そうやった。ねえねえ、どれって、そうこのやつ苦手なやつじゃねえ。そう、めっちゃああいうダンス苦手やね、お姉ちゃん踊り方で分かったね、やめてよ、下手くそって言うとる。あ、違う、ねえねえのなんか踊り方、そう、すごく苦手、ああいうダンス。なんだっけな、なんかこのやつじゃ、こうやったっけなって、こうやったっけ、領域展開だったっけな、まあ、こんな感じだったよな、なんか静かだよ、こうやってダンってこうやって入ってきて、こうやってわっみたいな、はっはっみたいな。あれ DVD なかったっけ、かな、かなんかもらってないっけ、うちらもらったよな、絶対もらった、もらったし、なんか買った気がするんやけど、それ舞台じゃない、あっちの、そう舞台、いやそれじゃない、マジ無理も、マジ無理、そう、でもあれでめちゃくちゃ怖かったな、シンプルに、ん、ダダダって踊って、ダダダってやって、でも私あれな踊ってないの、私だけあれ踊ってないのよ、あれあれ、あ、私だけと、私とあれだ、あのメンツだ、なんだっけ、裏センターの子、リリーから花もらった子、すかすみちゃんじゃないわ、なんちゃんやったっけ、かりんちゃんじゃないわ、忘れた、あの子と私だけなの踊ってない。サインキルキルミーキルユーかな、 あのあったじゃないですか、最後の最後の私たちが戦いに行くやつの時にキルミーキルユー、鬼たちとみんなと、あのこっちから鬼が、こっち生徒会、こっち鬼みたいなやつでそれでちょうどあのね、あやねとなぎと七瀬は踊ってるんですよ、あれ踊ってそのまますぐ裏で脱いで、なんか、はあ、まだなんだっけ、まだなんかみたいな、なんかあと2回みたいな感じで言う芝居に入るんですけど、その前のキルミキリュは結構いいじゃないですか、あれ私踊ってないんですよ、
残念、私だけ踊れなかったんです。なんかいらなかったっぽい人数感的にいらなかったっぽい。そうだから私は裏で見てました。踊りたかったのあれ。残念。あとハレンチ先生がねちょっとヒールだったっていうこともありまして、はい、そう残念ながら。そういやーめちゃくちゃなんか私また生徒役やりたいな。先生役じゃなくて生徒役、生徒役やった。マジスカとかマジで好きやったけんな。見よったよな、うん、マジスカ学園録画して。ちょっと夜遅かったからリアタイは無理やったから録画して、で DVD も借りて見よったもんな。めちゃくちゃ好きだったんですよ。でちなみに激辛さんがすごく大好きでした、うん、大好きだった。メタ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 。そうめちゃくちゃ好きだったんですよね。私もなんかいい感じでなんか役名があってみたいな。でも難しい。なんかヤンキー役ってむずいよなってすごいそれ思うんですよ。ちょっとやったことがないんであれなんですけど、なんかさめっちゃむずいと思わん？なんか何が難しいかって、そのさ見せ方も遅いけどさ、アクションとかの遅いけどさオラオコラー言うのがめっちゃ難しいと思う私は本当一番難しい。あれが怒っとるとこってと？いやなんか使っていくときとか、あの戦う感じの時ね。あ、そう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 棒読みになりそう。え、あれマジでむずいよな。みたいなやつやろ。うん、殴りかかりに行くときとかさめっちゃむずいよな。あのオラーコラーって割と結構さマジで棒読みになる人は棒読みになるやん、めちゃくちゃ、うん、からあれは本当にむずい、難しい。どうやったらかっこよくヤンキーみたいに言えるんやろ。でもそういうのはヤンキー、やっぱりヤンキードラマを見るしかないな。ドラマ、ヤンキードラマとヤンキーアニメを見るしかないな。もうそれを見てオラオコラーの言い方を練習しないといけない。そう、私大きい声出そうと思うと声高くなるけんさ、どん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 、うん、ちょっと違うのよね。なんかまあドラマとかだったらマイクであるけどさ、舞台とかだってやっぱある程度大きい声出さんとさいかんやん。だからな、なかなか低い声出そうとする難しいんよな。大きい声で低い声って、そうなんかヤンキーでちょっと高いのはおーみたいな感じでこれなみたいな全然強くなさそう、強くなさそう。それかもう無言で絶対的王者がいいな。わかる？なんかそれこそあのヌル様みたいな、なんか本当にスンスンみたいな、スンスンみたいな、強みたいな、なんか強い人は多くは語らないのよみたいな感じの感じのやつ良さそうじゃない？そういうのが下っ端が見たい。嫌やわ、人の上に立ちたいわ。いやもう人の上に演技ぐらいで立たせてくれよ下っ端はいいって、もう常に下っ端やってるからもういいよもういい、強いのがいい、強いのが。なんか例えばなんかヌル様みたいなのに使い取ってもいいけど、強いのがいい。タウゼントとかああいう感じで、わかる？強くてなんかだからトップ、ナンバーワン、ナンバーツー、ナンバースリーみたいな感じで、なんていうの、下にもいっぱいおるし従えとるし、でも上に慕う人もいるしみたいな、一番立ち位置的には最高。そういうのが
めっちゃいいと思う。さあ下っ端が似合うかも。もういいって、もういいって、嬉しくないからマジで嬉しくない。いやいやいや、え嬉しい、みんな、え下っ端が似合うって。下っ端っていうのは弱いんやね。弱いしヘボいし、もうあんなの数にも数えられへんねんで、ね、下っ端っていうのはその他1やからな、わかる。 ABC と一緒やん、村人 A と一緒やから。あれそれが嬉しいっていうのはなかなかやろ。やっぱ上を目指さないと。ナンバー3ぐらいにいたいな私、上から数えて。親衛隊ナンバー3ぐらいがいいな。やっぱり、うん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 。しかも全然あんまり盾もせんかったからな。なんかエロ先生は結構盾をやったらしいんですけども、ハレンチ先生は全然でしたね。なんかハレンチ先生はあのなんか曲中のやつとかでもそうだったんですけど、割となんかかっこよく戦ってるっていう感じではなくて、なんかその最後の曲とかみんなでこう戦ってみたいなやつあったじゃないですか、途中からダンスみたいな感じの時も役的にそういうかっこいい役ではなかったから、なんかかっこよく相手をこうなんかバンバンみたいなではなくて、そのなんて言うんだろう、あーみたいな、なんかあまぐれで勝ったーみたいな、あやられたーみたいな感じだったから、一切かっこいいっていう盾はなかったです。唯一の私があの生徒を救うシーンですら、あの私何もやってないですかね、あれブンブン振り回したらあれみたいな感じでしたから。私あのその時のだからマジ無理でちゃんとした盾はね、本当に最後にみんなが集まる曲中の時なんかあのおーみたいなんで戦って、こう振りが決まってるところぐらいしか多分ちゃんとやってるとこない。あとはもう全部なんかキャーみたいな、キャーみたいな、ちょっとそんな感じだったから本当にあの特にかっこいい感じの盾は一切しなかったです、マジ無理では。でも私はちょっと運動能力が本当に低いから多分かっこいい盾はできない。でも相当練習しないと、運動能力低すぎる問題。そう多分3ヶ月ぐらい猶予がないとちょっと難しいですね。キューティーハニーでしたじゃなくて、キューティーハニーも言うてぶっちゃけそんなすごい盾やってませんからねなんなら一番何もしてないです私あの役で一番動かない人でした。ずーっとそもそも武器が、遠距離だったので、いやーって行くことがないんですよ武器的に。そのみんなみたいになんかこのこれビヨーンっていうなんか剣だったりとかそういうのではないので、弓なんで、弓矢なんで遠距離からなので、基本的にやられてるのはっはーみたいな、もうこの街の演技が一番難しかった。私本当になんて言うんだろう、街が一番長くて一瞬でやれる役だったので、この待ってる時が一番難しくて、やられたあっみたいなこれが一番難しかったです。キューティーハニーの盾で何よりも一番難しかったことです。なんで私は本当になんかちゃんとしたかっこいい盾はまだにやってることがないので、とってもねやってみたいなとは思うんですけど、なかなか難しいなと思います。すごいなかなか難しい、パンチ一つにしろ難しいと思う。そうなんか舞台でなんか私やってた時に、まあ、こう当たるようにみたいな、こう前から見ててこう当たるようにこうパンチみたい、こうパンチでとか、すごいあの本当にゆいゆいめっちゃかっこよかった。そうめちゃくちゃかっこよかったですゆいゆい。やっぱりなんか前回もう主役やっててで、なんか
すごいゆいゆいがなんかその時初めてやった時は全然うまく縦ができなかったって言ってて、今回またやらせてもらえるということですごい頑張ったって言ってたんですよ。めちゃくちゃうまかった。あれほんまに当たったら痛いやろうなっていうぐらいの威力でパンチしてたから、マジですっごい迫力もあったしすごく力強くて、でまたゆいは本当に身体能力がすごく高いから、あの回し蹴りもすっごい綺麗だったし、体幹もすごいあるからブレてない、軸がブレないし、体も柔らかいので足もすごく上がってるし、すごく本当に運動神経がとってもいいし努力家なので、とってもね盾がすごく見ててかっこいいなって思ってて、できるかなって思うじゃん、できないからねあれそうなんかすごくかっこよくて、本当にあれ当たったら痛いだろうなって思った。当たらないようになってるけど、あれが本当にガチで当たったら痛そうだなって思いました。ぬるちゃんが大好きって叫んでるよ。だって嬉しいんだけど、やったありがとう、大好きこれはみんなに言ったんじゃないよ、なるに言ってんの。大好きなる、やだ嬉しいそうやったね。はつみさんがこんばんは、こんばんは。そうだからさ、めちゃくちゃかっこよかったな。自分もパンチとかやってみたい。私がやったら猫パンチになりそう、マジで猫パンチになるか、本気で殴りそうあ当たっちゃったとか。でも本当になんかそれこそマジスカ学園の時とかのメイキングとかで、本当にさ大勢の人がバーッと当たってかかってきてさ、こうやってバンバンバンってやりながらこう行くじゃないですか。でシーンで本当に当たっちゃったりとかしてる、なんかの名言みたいな、篠田さんかな、本当に当たっちゃってなんか大丈夫みたいな感じで言ってたやつがあったりとか。でも本当に当たっちゃうんだって、やっぱりあんだけの人数で当たっちゃうこともやっぱりあるんだって、どうしても。そうでもゆいなもパンチしてみたい、今度役でやりたいな、なんかそういうパンチの役。パンチパンチ、ドラマとかもいいよね。やられる役じゃなくてやる役やりたいな。やられるのはちょっとゴリゴリだぜ。でもどっちかっていうとな、やられるのもめっちゃ辛いねんで。なんか一番最初にそのなんか盾とかも決まってない時にちょっと稽古みたいなのがあったの。パンチのなんかこうパンチこうパンチみたいなとか、キックとかの練習をしたことがあって、なんかこのマットに向かってキックやってみましょうみたいな、キックキックみたいな、で2人ペアになって殴る殴られるっていうのをやりましょうみたいな、やったことがあって、マジで殴られる方も本当に脳が揺れるからマジで気持ち悪くなってくる、だんだんすごく難しかった。こうやってやるじゃん、やられるやん、でもそのタイミングがずれるとまだ到達してんのよ、ウェーみたいな、はやーみたいな、覇気でも放ってんのかみたいな感じになっちゃうから、ギリギリまでその本当殴ってるわけじゃん、本当殴ってるとこう当たった瞬間にこうすればいいけど、本当じゃフェイクやから、こう来た瞬間にこうならなあかんから、そのタイミングもすごく難しいし、あとなんかなんて言うんやろ、バーンってやった時に何やったっけな、なんかな、なんかバーンってやった時になんかね、どこをやられてるのかっていうのを明確に分かるようにしないとみたいなのも言ってらっしゃったが、だから割とやる役よりやられる役の方が難しいって先生が言った。そうで、しかもこうやってやるやん、バーンってやるやん、どんどん寄ってくるねん、こうやって立ちから見せてくるから、クラ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 って。そうだから やられる役はね気持ち悪くなってくる、だんだんやられすぎると。そうね、なんかすごいなと思った、どっちも難しいわって。一回でいいからちょっと殴る役やりたい、パンチ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 って。うわ、あれもあれいいね、あの感じ
もうすごく好き。セリカがナルにボッコボコにされるところ、あのシーンも良かった。好きなんだけど、あのシーンナルが怒ってなんかガーンってやったりとか、バーンってやって、なんかもうバーンバーンってめっちゃ殴って、ボーンって蹴って、腹蹴ってみたいな、ガーンってやって蹴ってみたいな、転がしてみたいな、セリちゃんが重傷を負うシーンなんですけど、あのシーンすごい好きなんですよね。私あのシーン割と真面目りの中でも好きなワンシーンの一つで、めちゃくちゃあれすごい好き。そう、あのシーンはね、良き。で、なんかセリがこう髪の毛下ろしてから、やられちゃんが髪の毛がファサってなって、よかった。そう。あ、もう9時だ。そろそろ終了にしますかね。ちょっとお水汲んでください。そう、めちゃくちゃね、良かったんですよ。香川とポケモンがコラボしてる宿があるんだって。あー、知ったら、あのピンクのさ、なんだっけ、そう、ヤドンでしょ。そうなの、そうなんですよ、そうなの。香川でねやってんのって、バスとかホテルとかも全部それなの。すごくない？そうっていうのがねあるんだって、香川で今ねやってんだって。フェアかなんかでなんかコラボでねやってるんだってよ。みんな香川県民はぜひ一旦めてくださいな。なるちゃんがりょうてんちゃんの話配信してた。あ、そう、それさっきねすごいいろんなファンの人から教えていただいてね、レピーっていう話をねしてたんですよ。近いから今度行くねだって。ぜひ感想をお待ちしております。なんかイベント中止になったらしいよ、だって。え、何のイベントですか？ヤドンのイベント？そうなの？中止になったの、ヤドン。そうなの？まあでもそうよね、今もうこういう状況だもんね。ね、県外からの宿泊者がいないんだもんね。確かに。そらそうだわ。それはそうだ。ああ、そうなんだ。ヤドンピンク色で可愛いんだけどね。すごく可愛かったよ。見たけど。ね。運びが出ていたしました。まあそんな感じでそろそろ終了にしようかな。というわけでね、今日は毎日ショールーム、違う、毎日アイドル1600日ということでありがとうございました。なんと1600日か、時経つの早しですね。いや本当にいろいろありましたが、やっぱりなんだかんだ続けてきてよかったなとすごく思う今日この頃でございます。ちなみに新しいあのツイッターの私ゲットしてねって書いてあるんだけどね、ヒョウ柄のやつ見た、みんなズボンだったんだよね私ね。ぜひゲットしてね。どこだっけ、ツイートしたんだよね。これ新春コンサート君が思うより君はすごいの個人生写真のやつ、セットのやつ、これぜひゲットしてね。今日からだったかな、いつ今日の10時からだったんや、8までやから、皆さんぜひお忘れなくゲットのほどよろしくお願いします。
てなわけで、なんとなんと1600日ということですね。訪問回数が1600回の人をねちょっとピックアップしました。ただなんか累計ランキングの中やから、累計ランキング30位までしかないから、なんかもしかしたらそれぐらいあったんやけど、訪問あの訪問数の人もおるかもしれんけど、リナはちょっとこれでしかわからんので大変恐縮ですが、でなんか今日の配信の前にチェックしたやつやので、もしかしたら1回分少ないと思うかもしれないんですけども、ちょっとそれら辺はご了承くださいな。じゃあ10位から読みますね。10位の人はカズさん1676回、9位くましろさん1777回、8位ふふふさん1792回、7位横湯推しさん1793回、6位時たぴさん1833回、5位マックセイトさん1890回、4位あきらさん1907回、3位あきひこさん1933回、2位食べ過ぎ飲み過ぎさん1947回、そして1位がナッティさんの2053回でした。イエーイ。はい、というわけでですね、1600回にちなんで累計総数を読ませていただきました。本当にありがとうございます。 G のナッティさんは2000回以上ということで、わーお、すんごいね。2000回以上か、すごいね。じゃあほとんど見とるってことだね。うちがもう配信毎日アイドルを始めてた頃からはもうほとんど見てるってことですね。わっ、素晴らしい、すごい、すごいですね。ありがとうございます。ではではランキングを読みたいと思います。というわけで今日は1600日ということで16位から読みたいと思います。16位しんのさん、15位かずさん、1600日おめでとう、ありがとう。14位ゆみごんさん、13位すーさん、12位よしきさん、11位なっぴーさん、10位きりやさん、1600日おめでとう、毎日ありがとう、ありがとうございます。9位タカさん、8位マーニャンさん、7位チカイシーさん、6位ロバさん、5位ハルタロさん、1600日記念祝勝しましょうだって、あとでやります。4位ヨッピーさん、3位ワイマツさん、毎日アイドル1600日おめだって、ありがとう。2位ヤングさん、1600日おめ、私は仕事中、オーマイガー、お忙しくて9時ですけど仕事してるんですね、大変だ。そして今日の第1位は地道の走り屋さんです。1600日連続開始おめでとうなって、ありがとうございます。祝勝、はい。というわけでタワーを読みたいと思います。ロバさんありがとうございます。ヤングさんありがとうございます。ダッチさんありがとうございます。ナッティさんありがとうございます。スーさんありがとうございます。キリアさんありがとうございます。マーニャンさんありがとうございます。チカイシーさんありがとうございます。ユミゴンさんありがとうございます。ハルタロウさんありがとうございます。ヨシキさんありがとうございます。ワイマツさんありがとうございます。タカさんありがとうございます。ヨッピーさんありがとうございます。そして最後に地道な走り屋さん日本ありがとうございます。イエーイ、ありがとうございます。というわけで無事に1600日を超えることができました。まだまだ、次は1600ってことは1700日を目指して頑張りたいと思います。じゃあ最後に1600日ということで、1600日の祝勝ってないのかな、
こう16期ポーズこっちなあ1600になっとる。こう画面で見たら逆。ちょっと待って今見よう。もしかしてなっとる16となっとる。オッケー、じゃあ行きます。はい、スクショカシャ。はい、スクショカシャ。はい、スクショカシャ。イエーイ。はい、スクショカシャ。みんなこの速さについていってねえのやろうかな。はい、スクショカシャ。イエーイ。カシャカシャ。 OK じゃないでしょうか。鼻がムズムズします。どうでしょうか、皆さん。縮小できたでしょうか。早いですか。あら、そう1600日もう一回してた。はい、はい、縮小カシャ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 。どう、取れた、取れたかな。 OK、 イエーイ。というわけで今日も見ていただき本当にありがとうございました。久しぶりに1時間半ちょっとやりました。おー、長いですね。というわけで今日も見ていただき本当にありがとうございました。明日のショールームはちょっと今日より早いです。今日より早いですし、全然短いんですけども、まあよかったら見に来てください。てなわけで今日も見ていただき本当にありがとうございました。また明日のショールームで会いましょう。実は本当はね、今日現チームコンサートがあって、とてもね楽しみにしてくださっていたのは、本当にお話し会でもねすごく皆さんがおっしゃってくださっていたので、とても残念ですけども、でも今のこの状況は仕方がないと本当に思いますので、明日はね本当はリカワと新チームコンサートある予定でしたけどもね、多分本当にお休み取ってくださってたりとか、楽しみに本当にしてくださってたと思うんですけども、本当にこればっかりはもう誰が悪いとかっていうわけではないので、皆さんおとなしくお家にね、おとなしくお家にいらっしゃる方か、もう頑張ってお仕事を頑張ってください。もう私はおとなしくお家にステイホームしておりますので、またね元気でね、イエーイってできる。次一応皆さんに会えるのは、私一応11日の未成物役物語の、お花お渡し会が一応今のところ皆さんにキンキンで会えるものとなっておりますので、はい、私もねステイホームをしてお家におとなしくしていますので、ぜひその日に皆さんと元気に会えるように楽しみにしております。それではまた皆さん明日のショールームでお会いしましょう。バイバイ。